はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズの第27弾をお送りします。で、今回はこの3問やっていきますので、まずここで1回動画を止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで確認してもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっと画面下げますのでお待ちください。ちょっと動くよ。よいしょ。ほっ、いいかな。よし、じゃあ行きましょう。で、この問題文でね、ツイッターの方にも貼っておきますので、もし使うようだったらそっちもチェックしてみてください。では行きましょう。で、いつも言うように関数の問題っていうのは、まあ、問題文に書いてある情報を移します。こっちに何回も読んで確認してっていうのがめんどくさいので、ここだけで勝負をするっていう感じね。で、1番じゃねえや、その前に書いてある情報は、まず二次関数が y イコール4分の 1x2 乗なので、4分の 1x2 乗で、これ1番2番の解説で使って、これ3番で使うんで、まあ両方書いておきましょう。4分の 1x2 乗ね。で、A と B の y 座標が同じで、B は y 軸上にって書いてあるから、まあ B は y 軸の上にありますよっていう感じで、 AC イコール BC ですね。つまりここの長さとここが同じ、まあこれも同じだねという状況です。で、あとは、ただし、原点 O から点10までの距離、および、原点 O から点01までの距離をそれぞれ1センチとするって書いてあるんですが、まあ、これは、一目盛り。いつも言う一目盛りを1センチにしなさいと。だから、2番が面積求める問題なんですけど、その時にセンチメートルの単位つけてねって言ってるだけです。あんまり深く気にしなくて大丈夫、これはね。じゃあ、1番行きましょう。A の X 座標が6の時、B の座標を求めなさい。つまり、A が、ここが6なんだよね。で、Y 座標わからないと。こっちも書いておきます。6のほにゃらら。で、これもよくね、まあ、関数のシリーズももう27本目になるので、いっぱいやってきましたけど、A っていう点は、今、この関数の上に乗ってますよね。関数の上に乗ってるってことは、この数字代入することができます。で、今、X が6だけ分かってるので、この部分に6を代入するんです。そうすると、Y イコール、4分の1かける X の2乗、つまり6の2乗になるので、こうなる。で、6636でしょ?これ計算すると9になります。つまり、A の Y 座標は9ってことがすぐ分かる。計算すればね。で、問題文の最初に書いてあったように、A と B の Y 座標は同じです。このまま真横に持ってきただけだから。だから、B の座標の Y 座標は同じく9だよね。A と同じく。で、B は Y 軸の上に乗ってるってのが条件なので、X 座標は絶対に0です。だから、1番の答えはこれですぐ終了になります。で、2番も似たような感じなんですが、まず、これね、1番の、丸1で与えられた情報なんで消します。2番ではもう使えないからね。で、2番は、A の Y 座標が4です。今度こっちね。が4。の時に三角形 ABC の面積求めなさいだね。で、同じようにやっていくと、まあ、こっちが4なんだよ。で、A はさっきと同じように、まあ、この関数の上に乗ってるから、Y のとこに4を代入することがもちろん可能です。さっきと同じようにやればね。だから、4イコール4分の 1x2 乗って。x わかんないから代入できないんでね。まあ、こうなると。で、これ両辺に4かけてあげて、ちょっと整理をすると、x2 乗イコール16になります。で、左辺の2乗を取ります。こうやって x ってね。で、2乗を取る代わりに右辺にはプラスマイナスルートをつけるのがルールです。こうなる。で、ルート16ってのは4と同じでしょ?つまりプラスマイナス4になる。で、今図から見てもわかるように、この場合、
A は右側にあるから、もちろん X 座標プラスだよね。ここにマイナス4が来るわけないから、つまりここ4なんです。じゃあ、このマイナス4何かっていうと、これはちょうど反対側の、ここの話。もしここに A が来たら、まあ、もちろん Y は4だよね。で、X 座標がマイナス4になります。でも、この時に、同じようにこう三角形作りますよね。ちょっと曲がってごめんね。この三角形もこの三角形も面積必ず同じです。線対称になってるからね。だから、まあ、特にこっちは考えずに、今右だけ考えます。どうせ面積同じだからさ。で、あともう一個ポイントなのが、この状態で C の座標が出せるんです。ここに気づけるかどうかがここのポイント。で、どうやって出すかっていうと、こいつの X 座標から出します。C。で、X 座標、結論から言うと、2なんです、これ。2。で、なんでわかるかっていうと、これ、二等辺三角形ですよね。二等辺三角形、ちょっと逆さまにします。見慣れてる方でね。こことここが同じ時って、この頂点からまっすぐ下ろしたとき、当然、こことここって真っ二つ、ちょうど半分になります。これ二等辺三角形の特徴ね。ってことは、ここね、ピーって真ん中に線引いてきたときって、まあ、この C の X 座標、ここっていうのは、こことここのちょうど半分になるはずなの。で、今、B は X 座標0だよね。ここ4だよね。0と4の間なんだから、当然ここ2になるじゃないですか。X 座標に関しては。だから C はすぐ出る。X 座標はね。で、見てみると、C もこの関数の上に乗ってるから、A と同じように、ここ、X が2って代入すると、Y イコール4分の1かける2の2乗で求められるから、1ってすぐわかるんです。こうやって。で、こうなっちゃえば、もう面積出せます。これ面積出すことができる。で、今、どこを底辺、どこを高さにするかっていうと、底辺ここです。関数において、まあ、三角形とか、まあ、平行四辺形とかわからないけど、その図形の面積出す問題って結構出てきます。で、斜めの線の長さっていうのは中学校の知識だと厳しいんです、出すのが。例えば AC の長さを出すっていうのはちょっと厳しいのね。もちろん公式を覚えれば出すことはできるんですけど。で、やっぱり真横かまっすぐ縦の長さだったら出せます。例えば、ここ。真横の線ってどう出すかっていうと、右の X 座標から左の X 座標を引いてください。今、この B は座標0の4になります。4と高さ同じで、X 座標は0だからね。で、真横、右の X 座標だから、右の X 座標から左の X 座標を引く。つまり、4引く0だから4なんです、この長さ。で、次、高さですよね。高さ、ここです。ここ。まっすぐの線っていうのは、上の Y 座標から下の Y 座標を引いてください。上の Y 座標から下の Y 座標を引く。で、ここわかんないよって思うかもしんないけど、Y 座標はここ高さ全部同じだからこれだよね。4。ここ4の高さだから全部。で、下の Y 座標はこれです。つまり4引く1だから、この高さ3ってわかるんです。で、長さ2つわかったでしょ？だから面積は、底辺かける高さ。で、三角形なんでかける2分の1。もしくは割る2だね。すると、これ6。で、センチメートル使えって言われてるから、平方センチメートルで、これで終了となります。この長さの求め方はね、絶対覚えておいてください。他の問題でも活かすことができますんで。ちょっとここだけしますよ。で、3番ですね。まあ、この中では一番もちろん難しいんですが、でいつものように自分、答えは知ってるんですけど、途中式を知らない状態で解いてるので、ちゃんとした解き方じゃないかもしれません。もっといいのがあるかもしれないんですけど、まあ、そういう解き方もあるんだぐらいで確認してください。で、3番はですね、何がポイントかっていうと、直角二等辺三角形になったんです。つまり、まあ、二等辺はね、決まってるんですけど、ここが直角なの。
その時にこの A の座標を求めなさい。ただし A の X 座標は正、つまり左側には来ないよっていう、まあ、その条件がつくんだけど、でこれを解いていきます。3番で、まずは A を求めたいので自分はまあよくやるように文字を使っておきます。 A の座標をね。で、基本的には X 座標をこうやって T、まあ自分は T をから使うのが好きなんで T って置きます。で、その時に Y 座標、例えばこれを A とか使う方が AB って置いちゃダメです。文字は基本的に1個で置きます。2個置いたらめんどくさくなるからね。で、これ結論から言ってしまうと Y 座標はこうなります。 T の4分の 1T2 乗と置くんです。なぜかっていうと、これ右側はちょっとギリかな、入るかな、t でしょ。で、さっきもやったように a っていうのはこの関数の上に乗ってるから、 x のとこに t を代入すると y イコール4分の 1t2 乗になるでしょ。それは y 座標が4分の 1t2 乗ですよって言ってるから、文字1個でこうやって置くことができます。入っててほしい、あった、 OK OK OK、 こうやって置ける。で、あとは全部置きます。 b は a と y 座標同じ、高さが同じなので、ここも4分の 1t の2乗で、 x 座標は0で固定だよね。じゃあ c はっていう、で、ここはさっきと同じ発想です。0と4の時、ここね、0と4の時に c の x 座標は半分の2でした。ここが4だから2だったの。今ここは長さが t です。じゃあその半分なんだから、ここは2分の 1t と置くことができます。で、同じ流れです。X 座標が出てるので、ここの X、まあ、C もね、この関数の上に乗ってるから、X のとこに2分の 1t を代入します。そうすると、ここに書こうか。4分の1かける2分の 1t。これを2乗すると、4分の 1t2 乗。つまり、ちょっと数ね、めんどくさく見えるけど、16分の 1t2 乗って置くことができるんです。で、この後どう勝負するかっていうとこなんですが、さっきも言ったように、中学校の知識で斜めの長さって難しいのね。扱いにくい、非常に。だからできれば真横とまっすぐ縦にしたい。で、これよく使う、まあ、自分個人的にはね、よく使うと思ってるんですけど、ちょっと大きく書きますね。今、こうやって直角二等辺三角形があります。ここ同じね。それを、ここで切るんです、こうやって。そうすると、当然、ここもともと90度だったんで、ここって45、45なの、ここね。45、45になってる。で、90度を半分に切ってるから、ここ45度になって、ここ90度でしょ。つまり、ここも、直角二等辺三角形、同じ長さはここね。直角二等辺三角形になるんです。切るとそこで。で、今、これだったら、ちょっとこっちに話変えるよ。こうなってくれれば、ここと、ここになる。それって、真横の線と、まっすぐ縦の線でしょ。じゃあ、その長さを置ければ、そこがイコールって式が置けるわけだよ。で、勝負しました、自分は。で、これ非常に出しやすくって、例えば、ここ行きます。横の方ね。ちょっと横って書いておくか。別に途中式にね、かけて問題ではないので、横の方ね。これは、まあ、t の半分。まあ、ここの x 座標と同じになるから、横はもう2分の 1t ってすぐわかります。じゃあ、縦。この部分ね。ここ。これはさっきもこの3出した時にやったように、上の y 座標から下の y 座標を引けばいいんです。で、上の y 座標は今これと同じでしょ？ここ。高さ同じ4分の 1t2 乗だからね。で、下の y 座標はこれです。つまり、4分の 1t2 乗引く16分の 1t2 乗で、これ通分すると16分の4だから16分の 3t2 乗ってなるんです。だからこれとこれ、横と縦ね、が同じになるはずなので、この2つイコールで結びます。そうするとこうなる。で、これね、まぁ、ちょっとずるというか、方法ですぐ解くことができるんですけど、本当は。ちゃんと解きます、今回一度。一応他の計算の方法もね、紹介したいので。で、これまぁ、右辺か左辺に持ってってまとめると、
16分の 3t2 乗マイナス2分の 1t イコール0ってなります。下まだあぎりか、右行こう、こうやってね。でこれくくり出します。でくくり出すときに、例えばさ、こういうの、これ因数分解とかくくり出ししようと思ったら 2t をくくり出すじゃないですか。で t マイナス3ってこうやってやるんだよね。で今これも同じように16分の 3t をくくり出します。まあ、t だけくくり出しても構わないんですけど、ちょっと分数のくくり出し慣れてほしいので、よいしょ。そうするとこっちはくくり出すと t が残ります。で分数のくくり出しなんですけど、16分の3をこっから取った時何が残るかって結構難しく考える子がいるんですけど、これね、16分の3を取り出したんだったら逆の3分の16をこいつにかけてください。だから3分の16と2分の1をかけると3分の8が残るのね。こうやってくくり出しをすることができます。もちろん t だけ出すのが簡単なんだけど、一応分数のくくり出し他で使えるかもしんないからさ、こうやってやるので、これを解くと t イコールこっから0で、こっから3分の8って答えが出てきます。二つね。でも今 a の x 座標 t って置いたでしょ。問題文にあったように a の x 座標は正なの、絶対にプラス、だから0になることはない。だから t は3分の8って決定します。だからこれ t、a の座標出したいからさ、戻して t が3分の8でしょ。で y 座標は、ここでいいか、4分の1かける t の2乗なんで、これ2乗すると9分の64、約分して9分の16か、これで答えという形になります。でさっきの、ずるって言い方もあれなんだけど、これあるじゃないですか、ここの状態。ちょっとこれ取り出すよ。ちょ、左辺と右辺逆に持ってきます。こうやった時に、両辺に3分の16かけます。まずこう消したいんでね、かけると3分の16なんで3分の 8t ってなるんですよ。で文字で割るっていうのは基本的に良くないんですけど、もう t が0にならないって分かってるので正になるから、だからズルをして両辺 t で割って t イコール3分の8って持っていくことはできる。自分はまあ時間短縮で使っちゃいますけど結構。でもこの過程、この分数のくくり出しとかっていうのもね、ぜひ覚えてほしいので、できればこの感じ、ちゃんとした正規ルートで解いてくださいといった感じです。まあ他にも90度使うんでね、これすげえプチ情報で頭の片隅に置いといてほしいんですけど、これもう一個解く方法があって、実はこのね、直線 AC の傾き出すんですよ。 T を使って置くんですけど、それと直線 BC の傾きを出すんですよ。傾きね。でなんでこれ出すかっていうと、これ頭の片隅で本当に、ね、覚えてほしいんだけど、傾きにも直線があるじゃん。それが90度で交わるとき、今交わってましたよね、ときってこいつの傾きとこいつの傾き、傾きと傾きかけたらマイナス1になるっていうルールがあるんです。そう、それついて、それ使って解くこともできるんですよ。やったんですけど、でも自分はこっちの方が簡単だったんで、今回これ紹介させてもらいました。では今回は、高校受験対策の関数シリーズの第27弾お送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では引き続きね、関数とか別単元も取っておりますので、もしよかったら他の方もね、ぜひ使ってみてください。では今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。